どうで誰にどうなっちゃって聞いとれちゃうくれ差別すんのか、俺。三重県津市にはね、津人協、津市人権動画教育研究協議会というのがありまして、まあ以前の動画でもね、この組織が、まあ総会でね、愛生町の田辺会長のあの問題について、ちょっと触れてるんだけども、背景にブラック差別があるとかね、全然的外れなことを言ってるというような話をしててですね、まあ職員なんかからお金を集めたりしてるんだけど、これ一体何に使われてるんだっていうような、そういう疑問の声がありまして、その答えがですね、実はあるんですね。これなんですよね。1000万円以上のお金を集めてるんですね。ただね、会費収入が385万円、補助金が620万円、つまり津市が620万円出してるんですね。これだけのお金があれば、まあ、十分ね、一人一人ぐらい雇えるんですよね。で、その一人一人雇うぐらいのお金を使って、その後に残った分で、いろいろとやってるんだけども、何をやってるのかっていうのは、この、決算とか、この辺りを見ればわかるんですよね。本部事業費っていうことで、旅費とかね、印刷製本費とかね、役務費とかそういうのが入ってね、一番多いのはやっぱり旅費とかその辺ですね。何をやってるかっていうのは、ここで完全に全部わかるわけじゃないんです。あ、ちなみにこれが、その組織ですね。どういう人が入ってるのかっていうのはここでわかりますね。なんか、市役所の職員とか、あとは学校の先生なんか入ってますね、やっぱり。まあ、いろいろね、何をしますは書いてあるんですよ。そんなんね、なんか、どうでもいいことばっかし書いてあるんだけども、これが、2021年の予算案ですね。まあ、300万円ぐらいが大体その、事務局員のための人件費として使われると。じゃあ、残りの分の大部分がどういうことに使われるかって言ったら、講演なんかの講師あれ、会場費とかそういうものですね。ああいう人権の講演会の費用ですね。で、あとは、旅費だとかね、そういうものですね。だから、その人権関係の講演をやるためのお金に、まず大部分を使ってるのと、もう一つは、各地でね、行われる、なんかイベントあるでしょ、その童話とか人権関係の。知ってる人は知ってると思うけど、まあ、それがね、結構何百人、何千人と人が参加して、大きな会場でやったりするんですよね。なんであんな人が集まるのかっていうのを不思議に思うかもしれないけど、知れないんだけども、結局その辺のからくりがこれなんですよね。こういう団体っていうのはもう津市だけじゃなくてあちこちにあって、そこにもういろんな方法でね、お金集めてるわけです。で、それで、じゃあ大部分何使ってるかっていうと、そういうね、各地で行われるそういう人権とか童話関係のその大会なんかにこう人を送るんですよね。そういうのはもう文字通り、日当が出てるっていうパターンが多いです。その、自腹切って参加してる人なんて相当、まあ、いなくはないとは思うんだけども、多分かなり少ないと思いますよね。ほとんどはこうやって、日当をもらって動員されていくっていう感じです。まあ、日当ったってね、大した額じゃないんですよね。ああいうの何が問題かっていうと、やっぱこうやって税金を使って人を集めてね、で、あたかもね、まあ、これだけの人が参加しましたって言ってね、その政治的な運動をね、税金でやってるわけです。で、あと、まあ、こんなもあるよ。まあ、これにね、寿司から人が送られてるかどうかわかんないけどもね、まあ、大体こんな感じなんです。こうやって、まあ、こういう広告塔みたいな人がいてですね、で、人権堂は企業、これ企業だから多分ね、企業間で、同期連とかあのあたりから人が動員されてるでしょうね。で、まあ、オンラインの講座なんだけどね、4000円から8000円っていう。まあ、そういう感じでやるんですよね。で、このお金は結局ね、こういう団体の収入になるんですよ。まあ、あの解放同盟なんかの収入になるんですよ。僕もね、あの解放同盟関係の人から聞いたことあるんだけども、こういうね、イベントってはっきし言って、その、もう解放同盟の収入源だと。いや、会場費とかね、講師です、の費用で相当かかるんじゃないかって言ったら、いやいやいや、そんなことはないぞと。ね。公共の施設なんか使う場合は、その、なんか費用が減免されたりすることもあるし、結構ね、その地元の自治体から、その補助が出るんだと。もうそれだけで実はやれるんだと、こういうものはって。こんなものを集めなくても。だから、このあたりの、まあ、大部分っていうのが、その、解放同盟とか、解放同盟周辺の団体の、まあ、独自収入っていうことになるわけですよ。まあ、言ってみれば、まあ、マネーロンダリングと言ったらまたちょっと語弊があるかもしれないんだけども、その人権関係のお金を税金で出すと。解放同盟とかその関係団体とか、あとはこういう同水橋なんかに出すと。で、そこから、こういうね、イベントへの参加費用っていうことで、日当だとか、こういう資料代っていうのが出ると。で、それが解放同盟の収入になると。だから、
その最初はね、税金からお金が出てるから、まあその使途っていうのはある程度公開する必要があるんだけど、この辺になるともうこの団体の独自収入っていうことになるので、じゃあその税金というものは独自収入に化けていくんですよね。だからこういうことをやってる団体がもうそのもうそこら中にあるわけです。ということでね、その津市人権童話教育研究協議会、職員なんかから集めたお金をどういうふうに使ってるんだって言ったら、まあこういうふうに使っておりますっていうことなんですね。ということで今日のあの啓発動画でした。